コレオグラファーなおです。今回は大阪組と名古屋組でメンバーが構成されています。普段は別々で練習していて、今日は初めての合同練習です。距離を感じさせないみんなのチームワークでがっちりしっかり作品をテーマに合わせてお届けできると思うので、楽しんで見ていただきたいですし、賞をいただけるようにしっかりと頑張りたいと思います。名古屋組、大阪組、そしてゲストは、頑張りまーす。もともと漫画も読んでて、でアニメも見てたんですけど、数年前に作品を作るときにこのサントラ音楽がかっこよくて、で世界観もすごく好きなので、このアオネクシストで使われているサントラを使って一回作品を作ったんで、なんかそれをさらにこうブラッシュアップして、よりもっと青のエクソシストの世界観をこう出せるような作品を作りたいなと思って、この青のエクソシストを選びました。現ストーリーにこう沿うとすごく壮大になりすぎるので、ちょっと青のエクソシストの中で強調されてる部分をピックアップして、ちょっと自分なりにそこをより深めてクローズアップして作品作りをしているので、ちょっと今までにない私の中で初挑戦になるんですけど、ちょっと新たな小道具を使ってみたりとかして、ちょっと青のエクソシスト感を出そうと思ってます。見どころはやっぱりこの青のエクソシスト、青のってついてるので、ちょっとこの青の部分を強調した感じで演出、作品を作ってるんですけど、今回、出てくれてるメンバーももうずっと長いメンバーが多くて、やっぱりそこの呼吸感、みんなの合わせの踊りで出せる雰囲気とか、今回初めて大阪と名古屋と別々でリハをして、作品作ってるんですけど、なんかそこの融合してる、もう別々でしてたのかって思わせない、一つの作品になると思うので、そういう全体的な、作品の雰囲気とかもこうとても見ていただけたらなと思っております。今年の秋、日本のアニメ、ゲームをオマージュしたダンス作品、その世界頂点を決める新世紀のダンスエンタメ大会開催いたします。アリコレレジェンド、僕が審査やらせてもらいます。新しい時代の幕開けになると思うので、ぜひ皆さんこの瞬間を見に来て、遊びに来てください。よろしくお願いします。